朝食。水一本。毎朝水を一本飲みます。コーヒー一杯。毎朝コーヒーを一杯飲みます。トースト一枚。アボカド。卵。パクチー、塩と胡椒、ヨーグルト、グラノーラ、ブルーベリー、キウイ、いただきます。昼食にトレーダージョーズのほうれん草サラダを食べました。キヌア、ニンジン、クランベリー、ひよこ豆、枝豆、かぼちゃの種、ニンジン生姜味噌ドレッシングが入っています。ヘルシーな昼食でした。おやつの時間。わさび味のドリトス。わさびは日本で人気の調味料の一つです。私は鼻が痛くなって涙が出る日本のわさびの辛さが大好きです。思った通り十分な辛さではないですが、美味しいです。もし食べたら意見を聞かせてください。夕食。夕飯に日本のカレーを作ります。炊飯器でご飯を炊きます。日本のカレールー、人参2本、トマト1個、ニンニク3かけ、じゃがいも1個、玉ねぎ1個、野菜を角切りにします。フライパンにバターを入れます。ニンニクを加えます。玉ねぎを加えます。茶色くなるまで炒めてお皿に取っておきます。牛ひき肉を 500g 炒めます。フライパンから余分な油を取ります。玉ねぎを戻し入れ、人参、じゃがいもを加えます。塩、胡椒を少々加えます。トマトを加えます。600ml の水を加えます。フライパンに蓋をして30分煮ます。カレールーを加えてスープに溶かします。ウスターソース大さじ1、醤油大さじ1、蜂蜜大さじ1を加えます。
10分から15分煮ます。カレーをご飯にかけます。いただきます。